この動画はデジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は太陽光発電の mppt 制御についての動画です。太陽電池を使って蓄電池を充電する時や、電力系統に電力を注入する。売電の時などに太陽電池からできる限り多くの電力を取り出すのが mppt 制御です。 今回は太陽電池を使った実験をしながらなぜ MPPT 制御が必要なのか、そして MPPT 制御の原理について解説していきます。始める前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。今年もデジキーバックツースクールの季節がやってきました。学生の工作プロジェクトを応援するためのキャンペーンです。今回はなんとデジキーで使える1000ドル分の商品券が当たります。15万円分です。 1000ドルが1人500ドル3人250ドル5人合計3750ドルのかなり豪勢なキャンペーンになっています応募方法は超簡単で名前と高専大学で使っているメールアドレスを入力するだけですちなみに去年は日本からの応募者がかなり多く複数人日本から当選しています皆さんにも当選のチャンスあります 応募締め切りは10月18日までですがなるべく早めに応募お願いします当選したらぜひいろいろな電子工作に役立ててもらえればと思いますあと応募ページの下に DJKey が公開している便利ツールがあるのでそちらもぜひ見てください まずは太陽電池の動作原理について簡単に説明していきます。今回は一般的な PN 接合を持った太陽電池についてです。まず P 型半導体と N 型半導体を接合します。その間に空房層ができるわけですね。そこに光を当てます。そうすると光起電力効果によってこの外に引き出している端子に電圧が出てきます。そしてここに負荷をつなぐとその負荷には電流が流れるというわけです。 このように太陽電池は半導体を使って光エネルギーを電気エネルギーに変換する素子ですもう少し詳しい説明については以前動画で作っています概要欄にリンクありますのでそちらもぜひ見てくださいというわけで実際太陽光パネルに光を当ててみます今回は再現性の観点から室内で照明を使った実験にします屋外で撮影するとどうしても条件が安定しないので ちなみに今回は 200W の照明を使っています。実際に光を当ててみると、このように太陽電池の両端から電圧が出ています。これは発電している時の状態です。今は何も負荷電流を取っていません。数十マイクロアンペアくらい流れていますけども、これは電子負荷の電流ですね。11マイクロアンペアくらい流れていますが、気にしないことにします。 この時の出力電力を太陽電池の解放電圧と呼びます。太陽電池に入射する光の強度によって解放電圧は変わります。今は一番強度が強いので解放電圧は高いです。光を弱くすると、はい、このように解放電圧は低下します。さらに強度を弱くしていくと、このようにどんどんと電圧は下がっていきます。ちなみに太陽電池に影ができると電圧も変わってしまいます。こんな感じですね。 次は太陽電池にこちらの電子負荷を接続して電流を取り出してみます少しずつ太陽電池から電流を引き出していきますまず開放電圧は1 9 8ボルト。少しずつ負荷を取っていきますはい。そうするとまず電圧は少しずつ低下してきました電流は今 64mA 流れていますさらに負荷を取っていきますどんどん電流を取っていって 今0.1アンペア流れていますこの時の電圧は17.5ボルト消費電力は1.7ワットです太陽電池の電圧は実はそこまで大きな変化はしていませんさらに電流を流していきますそうするとどうでしょうか電圧が少し下がってきましたね負荷電流は 125mA 流れています電圧はどんどん下がってきました今電力は1.92ワット発電していますさらに電流を増やしていきましょうお 電圧が急激に低下してきましたね。はい。でさらに電圧は低下していって100ミリボルトとなってしまいました。これはほとんど短絡している状態です。電流は159ミリアンペア流れています。ちなみに太陽電池をこちら短絡してみても流れる電流は実はそこまで変わりません。159ミリアンペアです。この時に流れている電流を太陽電池の短絡電流と呼びます。 ちなみに光の強度が弱くなると短絡電流も小さくなります。こんな感じですね。短絡電流は光の強度に対してかなり影響がありますね。短絡電流の大きい太陽電池ほどたくさんの電流を引き出せます。このように実験してみるとある程度の電流を流したところで太陽電池は最大の電力を発電することが分かりました。この時の電力はだいたい1.9ワット程度です。ちなみに最大電力を発電している時パネルに影を作ると 発電電力は 0. 何ワットとかになってしまいました。こちらが太陽電池の発電特性のグラフです。横軸が電圧、縦軸が電流です。 色があるんですけどもこの黒色が一番光の強度が強いです下に行くに従って光の強度はどんどん弱くなっていきます例えばこちらの解放電圧光の強度が一番強い時解放電圧は高かったですよねですけども光の強度を弱くしていくと解放電圧は少しだけ低くなっていきましたそして短絡電流についても同じです光の強度が強い時は短絡電流はよく流れますが光の強度が弱い時は短絡電流はあまり流れません まず太陽電池から電力を取っていくときは大体の場合が解放状態からスタートしますそれを初期状態として太陽電池から電流を引いていきますなのでここがスタート地点なわけですまずスタート地点ですけども開放電圧が出ていますが電流はほとんど流れていないので発電電力はゼロです その後、太陽電池から少しだけ電流を引き抜きました。例えば、ここぐらいでしたかね。そうすると電流値もありますので、発電していることになるわけです。ちなみに、太陽電池がどれくらい発電しているかは、この四角形の面積でわかります。ここにこういうふうに線を引いてきて、でそして電流についても、このように線を引いてくると、四角形の面積がどれくらい発電しているかを表します。 実験ではさらに電流を引いていました。例えば、ここくらいですかね。そうすると、四角形の面積はこのようになります。かなり大きくなっていますね。さらに電流を引いていきます。ここあたりですかね。ちょうど電力が最大となっていた領域です。この時が一番四角形の面積が広いです。つまり、太陽電池が最も発電している状態です。 このポイントの後、さらに電流を引き抜いて発電しようとしましたが、太陽電池の電圧がですね、ストンと下がってしまいましたね。例えば、ここの地点で見てみると、太陽電池の電圧は非常に低く発電しているとは言えない状況です。そして、短絡するとこちらの短絡電流が流れる。そういった発電の状況になります。 こちらのグラフの縦軸にさらに電力の軸を追加してみます太陽電池の電力電圧特性を書いてみますそうするとこんな特性になりますこういうふうに始まってで 下がっていくとこのグラフはどういうことかというとまず開放電圧のところから発電を始めていきますそうすると最初のうちは発電電力はどんどん増えていきますそしてああるるととこころろで発電電力がが最大になるところがありますその後さらに電流を引いていくとどうなるかというと発電電力はどんどんと低下していくわけですね。 なので太陽電池の発電電圧はこのようなピークを持った特性になりますこれはですね光の強度を弱くしても同じです例えば半分の光の強度でこのような電流特性があったとしましょうそうするとピークはどうなるかというと電力電圧特性を点線で書いてみるとこのようになっていきますでちょうどここら辺がピークでピークが下がっていくとこの点がピークです 光の強度による電力が最大になるポイントをトレースするとだいたいこんな感じの斜めの特性になりますここに最大電力点のポイントが光の強度によっていくつも出てくるわけですでこちらのピークの部分を最大電力点マキシマムパワーポイントと呼びますそして太陽電池が常に最大の電力で発電するような制御のことを最大電力点追従制御と呼びます MPPT 制御です ママキキシマムパワーポインントトラッキング制御です MPPT 制御にはいろいろな種類がありますが今回は山登り方を紹介しますその名前の通りこの電力カーブの山を登るようにして最大電力点を探っていく方法です。MPPT 制御を使う時は蓄電池に充電する時や電力系統に電力を逆潮流させて売電する時などに使います。 これは太陽電池から引き出す電力を最大化することで最も経済的に動作できるようにするためです。というわけで早速山登り法について解説していきます。参考のためにこちらが電流電圧特性です。まずは開放電圧のところから発電をスタートします。この時点での太陽光パネルの電圧と電流を測定します。そこから電力を計算するわけです。この時点ですと電圧は出ているのですが電流はゼロです。 ですので発電電圧はゼロワットになりますここまでがワンステップです次のステップでは太陽電池に負荷を接続して電流を引き出していきます例えばここら辺のポイントに来るわけです電力点でいうとここら辺です前のポイントと比べると電圧は減っていますが電流は増えていますその結果発電電力は増えているので正しい方向に山登りしていることになります同じように電流を増やしていきます例えばこの地点ですね ここくらいままで上ってきましたそうすると先ほどと同様電力が増えていますのでこの方向にどんどん進めていきますそして次のステップちょうどこの辺りですここでちょうど電力の頂点に届きましたここが最大電力点です次のステップではさらに電流を増やしていきますちょうどこの辺りです そうすると電流は増えるのですがそれ以上にパネル電圧が低下してしまいますなので電力としては前のステップより減ってしまいました山を登っていると思ったらそのまま頂点を通り過ぎて今度は山を下ってしまいましたですので次は逆の方向に行くように少し電流を減らしてみますこういう風に移動してきますちょうどここにしましょうそうするとパネル電圧は少し高くなってその結果発電電力も増えました 正しく山を登ってきたことになります。次のステップではさらに電流を減らしていきます。ちょうどこの辺りにしましょうかね。はい。パネル電圧はさらに増えていたのですが、電流は減ってしまったので、電力としては減ってしまったことになります。山を登っていたわけですけども、次のステップでは下ってしまったわけです。 ですので次のステップでは電流を増やしてまた再度山を登っていくこういったことをひたすら繰り返していくのが山登り法です山登り法は山の頂点を行ったり来たりするのが特徴ですこのようにして最大電力点を探っていくわけなんですけどもパネル電圧を低くする高くするっていうのはなかなか直感的に理解しにくいですそれについて次はパワーコンディショナーの実際の回路を使って解説していきます こちらが家庭用の太陽光発電のパワーコンディショナーです。いろいろ回路構成で省いているところはあるのですが、大体こんな感じです。設置をどこに取るんだとか、いろいろ突っ込みどころはあるかと思いますけども、大体こんな回路でできています。これが太陽光パネル。ここが昇圧コンバーター。太陽光パネルの電圧、大体 300V くらいかと思うんですけども、それを 400V 程度まで昇圧します。そして電力系統と連携するためのインバーターです。 MPPT 制御はこちらの昇圧コンバーターに実装されます。昇圧コンバーターは入力電圧を昇圧するのですが、それと同時に電流の変換も行います。簡単なために昇圧コンバーターの電力変換効率が100%だと仮定します。そうすると発電電力イコール出力電力の形になります。昇圧コンバーターはここのパワー半導体をスイッチングすることで電力変換を行っています。 こちらのパワー半導体がオンしている期間とオフしている期間のことをデューティー比と呼びます。D です。そうすると、昇圧コンバーターの入力電圧と出力電圧の式はこちらになります。今回は入力電力イコール出力電力なので、こちらの式も成り立ちます。デューティー比を変えることで太陽光パネルに流れる電流と、そして電圧を変えることができます。つまりどういうことかというと、デューティー比を変えると太陽光パネルに流れる電流が変わります。 そしてパネルの電圧も変わるんですねこの場合ですとデューティー比を大きくするとパネルの電圧は下がりますしデューティー比を小さくするとパネルの電圧は高くなります実際のパワーコンディショナーではこのようにして最大電力点を探っていきます売電する場合はさらにここにインバータがついてきますのでそれとの協調動作も重要になってきますこれまでの MPPT 制御の原理を踏まえて電子負荷で人力の MPPT 制御をやってみます まずは太陽電池のパネル電圧が18ボルトのところから始めてみます。まずはパネル電圧を高くする方向に山登りしていきたいと思います。まず初期条件発電電力は約1ワットです。ではパネル電圧を高くします。はい。そうすると発電電力は低下してしまいました。だいたい0.9ワットといったところです。 ということはこれ山を登るはずですが山を下ってしまったわけですなのでパネル電圧を高くする制御というのは間違っていることになります逆に今度パネル電圧を低くする制御をしてみますはい発電電力は増えましたですのでパネル電圧を低くしていく方向というのが正しい方向ですさらにパネル電圧を低くしていきます はい、発電電力はどんどん増えていきます 1.2W です順調に山登りしているわけですねさらにパネル電圧を下げていきますこちらにもパネル電圧は写っていますパネル電圧が大体いい 15V 程度まで来ましたがここら辺から発電電力の上がり幅というのがかなり少なくなってきますということはかなり頂点に近づいてきたということですパネル電圧をどんどんん下げていきますが 大体発電電力の最大値は1.6ワットといったところです。さらにパネル電圧を下げていきます。 そうすると発電電力は減ってきているようですねということはこれ今山を下っている状態ですなのでこれ以上パネル電圧を下げるっていうのは発電電力が減ってしまうことになりますですので今度はパネル電圧を上げる方向に制御を働かせていきますそうすると発電電力は増えてきましたおおよそ最大値の 1.6W といったところですこのようにして発電電力が最大となるところを探していくわけです 大体 15V くらいで発電電力が最大になりました。というわけでここまで太陽電池の MPPT 制御について実験を交えながら確認してきました。太陽電池が最も効率よく発電するためには適切な負荷をかける必要があるということが分かりました。一方で商用電源の電力系統では負荷、需要がですね、あるという前提があります。それに対して供給する電力を決めるわけです。 太陽電池は日中太陽光が当たっている間だけ発電してその発電した電力は電力系統に送られます。それ以外にも発電施設はたくさんあって火力水力原子力風力とかいろいろありますここで発電された電力はどこで使われるかというと家や工場などで電力の需要があるわけですがこの需要が低い時に発電所で過剰に発電してしまうと電力のバランスが崩れます 電力系統の電圧が上がりすぎたり、周波数が変動したりします。ですので、電力の需要と供給を合わせることが非常に重要です。そしてそのバランスを調整することで、電力系統は成り立っています。 なので、もし電力が余りそうな場合は、揚水力発電所で揚水運転をしたり、火力発電所の出力を落としたりします。でこの出力を落とすというのが出力制御です。こういった再生可能エネルギー、比較的不安定な特性を持っています。というのをどれくらい発電するかというのが予想がなかなかつきにくいのです。 ですので太陽光発電が予想に反して過剰に発電してしまう場合そしてその発電した電力を火力発電所の出力制御でカバーしきれない場合は太陽光発電所も出力制御の対象になりますというのも火力発電所であったり原子力発電所はタービンとモーターを回して発電していますそういった蒸気タービンや発電機はある程度回しておかなければいけないので出力制御にも加減があります なので場合によっては再生可能エネルギー側を出力制御します吸収電力がよくやってますねここで出力制御とか色々話してしまうと動画が長くなりすぎてしまうのでこちらのトピックについてはまた別の動画を作っていきたいと思います というわけで太陽電池の MPPT 制御について実験しながら解説してきましたもしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします一軒の公式 LINE もやっています一軒が販売している製品の新着情報であったりセール情報など配信していますぜひ友達になってもらえると嬉しいですそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡お待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から